誕生日おめでとうだから早いってありがとうまだまだなんだけど、12月21日なんだけどありがとうこんばんは。テリーファン面白そうやけど怖い。怖くはないよ、グロい、うん、怖くはない。そのなんか「あの子は誰?」は渚さん主演の「あの子は誰?」は怖いっていう表現結構合うけど、テリファー怖い、あ、すいませんね、今もうなんかもうテリファーの映画見たてで、あ、今日じゃないんですけど見たのは見たてで、ちょっともうあの熱が、はい、テリファー熱がすごいんで、はいあの子は誰、本当に怖かった。あれとはでもまた全然っていうか、テリファー2まだ見れてないから見てから映画行きたい。でも全然ね、今やってる映画を見た後に2見ても、あ、ここがこうねみたいな感じにもなるから、私もあの子は誰を見た後にあれ見たもん、その前のお話みたいなやつの、ちょっと映画の名前ど忘れしちゃったけど、2を先に見といた方が楽しめる今やってるテリファーは。え、マジで見てる人おらん、一人見いた X でつぶやいたら、NMB のこと知ってる人で見てる人、なんかその人がグロすぎて逆になんかグロいのなんか度を超えすぎて、なんて書いてたっけな、ファンタジーみたいな、なんかなんていうの、そう、逆にだからリアルの度を、なんていうの、リアルでは絶対ありえない感じ、リアルを超えてるからちょっと面白かったりもしてくんねん。なんかいや、グロいんやけどこんばんは。これほんまに周りで語れる人がおらんくって、もう話したすぎてほんまに、握手会でテリファーの話したいから剣取るね、え、マジで話そう、めっちゃ嬉しい、ありがとう。けどマジで、でも皆さんには無理して見てほしくはない、いやほんまにぐらい過激やから。こんばんは。けど語りたいっていうだからなんか公式さんがね、公式の X がね、テリファーのなんかテリファー3見たでつぶやいてねって書いてあったから、 そのハッシュタグで調べたりしてたら、まあ、皆さん映画の感想とか書かれてるんですよ。なんかもうそれに私ももういいね押したりコメントしたいぐらい、もう今誰かと話したいじゃあ無理しない、いや、うん、やばすぎてね、なんか皆さんに健康を害したらちょっと良くないので、B 級映画かと思ったら全米1位なのですね。でもなんかそれ感はあるよね。し、あれ、そう、あれは B 級映画なんですか、ど、好
好きやけどなんかさあんま詳しくないんよ。テリファー系好きやから大丈夫。え、もう絶対合うと思う私と。特典見せて。これ絶対さ、え、もうこれ本当に欲しくて。あ、ごめんなさいね、絶対怖いよね。みんな気になり始めた。でもそういうグロだから、でも見て大丈夫かなって思う人は1,2 とかをあの動画配信サービスで見れるので、アマプラ、プライムビデオか、一回それで見てみていけそうなら今映画でやってるやつ見た方がいいと思う。今週の話し会楽しみで、お仕事頑張れてる。まあ嬉しい、ありがとう。8は7やっけ、8か、サンタの格好するんで。そう、このビッグなお面が特典で、こう怖いシーンがあったらこれで隠してねみたいな感じで、そう絶対欲しいって。でもそうだから本当はあんま映画行ってるどころじゃないんですけど今私、けどこれが欲しすぎて早めに行かなって思って、もう夜に行きました。今日じゃないけどね。そう、テリファゼロもあるけど、まあゼロはまあまあまあ後で見たらいいかな。 1,2 見たらかなりグロ強めですね。ほんまに気分悪くなる人全然いると思う。私が見てた時はでも途中でおらんなった人はおらんかな。それもらったら映画中ずっと隠しちゃう。そうよな。でも本当にリアクション普段薄いんですよ私、結構何に対しても。けど本当にテリファーを見てる時だけはもう一人でってやるぐらいすごいよ。ホラー系結構好きだけどテリファーおすすめですか？どういうホラーがいけるのかにもよるよね。ほんまになんていうの、ゴア描写って書いてあったよ、なんかどっかに。多めみたいな、強めみたいな。ちょりちゃんこの映画見た後に焼肉行ける？はい。え、だからそれこそなんか行き過ぎてるからあんまりなんか、そうめちゃくちゃ気になってきました。無理はしんときや。けどな、これで見て、ぐちゃぐちゃどころじゃないですよもう。ゆみさんの相関図見て、水田さん出てましたね。そう、ゆみさんね、話してくださって嬉しい。ゆみさんには本当にお世話になってるし、大号泣した時もあのデカパイで受け止めてくれました。ゆうみさん本当にその説はありがとうございます。この映画見て新たな扉開いちゃうかも。開いちゃって。でもなんかね、これなんか初対面の方に普段どういう映画見られるんですかって聞かれて、お仕事でね、でまあ最近好きなテリファーって言ったら、え、何そう、ビッグママみんなびっくりするじゃないですか。まず知らんから調べたら結構過激っていうね情報が出てきて、何がいいのって言われるんですけど、そのなんかそうあれのね、うわぁ、なんかグロいのが好きとかじゃないんですよね別に。そう
なんならだから顔しかめちゃうぐらいですよ、見てるときは。そう、TikTok にめっちゃおすすめで上がってくる。え、テリファマジで嬉しい。これだからほんまに私、そう、全米が入った。この前もあのファンクラブの方ではこれ話したよね、話したけど話した話してごめんな。あの本当に寝る前に見て寝ましたもん。けどね、なんか見た後ほんまに頭がすっきりするんですよね。なんかなんかうちに秘めた狂気的なものがあるのかもね。え、なんかね、でもそれも違うんですよね。別にそのグロいのを見て喜んでいるわけでもないし、そう、みかんの子やん、愛媛出身です。誰だろう。予告編見てきた、どうでした？しおりちゃん他にどんなホラー見るのか気になる。え、なんかでも海外のが多いかな。でも私さ、海外のやつなんかさ、名前、題名みたいなさ、作品名をさ英語で書いてあるやん。だから覚えれないのよね私。そう、日本のもでも見るかな。そう、大阪は結構上映してる映画館多いから、あんまり苦手じゃないよって人マジで行ってみてほしい。ほんでマジで語ろう和田美優がちょっと興味示してるっていうのをもう聞きつけてすぐに LINE したから。じわじわ来るよりガンガン来るよ。ガンガン、そうね、うん、じわじわじゃないな、もうガン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 バンバンどんどんすごい。こんばんは。けどこのピエロさんがね、まあそういうことしちゃうけど意外とそのお茶目な部分もあったりして、そう、そこもなんかあの映画の好きなところですね。ハマるところ。テリファーいけたらほぼ全部のホラーいけそう。そうですね、私別に苦手なのない、何でも見れるけど、逆に見れるけど、逆にだからそのほんまにリアルすぎるやつとかはまあ見るけどちょっと嫌かも。だから逆に貞子とかは全然見れるし好き。うん、YNN でホラー映画鑑賞会またやってもらわないとやっても私喜んじゃうなそう、一応クリスマス映画、確かに今回、前回はハロウィンやったけど今回はクリスマスなんでね。グロいシーンはどういう感情で見ているのか気になります。感情、え、普通にでも、え、やば、え、ですよ、ほんま顔もってなってるなりながら見てますよ、もちろん。
めっちゃ見てる映画同じかもしれない。お、ほんまですか。映画語る会する、握手会お待ちしてます熱っ、お待ちしてます。何見たっけな他に。あれみたいな、でも私あのあれしかプライムビデオしか入ってないから、それで見れるやつしか見てないんですけどね。でもあれ、あれはエスターは好きですよもちろん。うわ最近見たあれなんやっけ、あれあれあれ、ちょっと名前忘れたわ、海外のやつ。あイット好き、イット好き、イットいいよね。何やろイットって何がいいんやろ。なんか私こういういいって思うけど、ちゃんとなんか感想とかさ、どこがいいとか述べるのめっちゃ苦手なんよな。イットも全部、全部っていうか何個かあるよな見てるけど。2月の握手行きますね、ありがとう、こんばんは。でも日本、あれ日本のかな、なんかこの、この子は邪悪やっけ、あの子は邪悪、どっちやっけ、なんか日本のさラストが衝撃のとかっていう、あれもわーってなったな、好きやったな。もしよりなんか作品の名前をとか覚えるの苦手。それもこの子は邪悪、あでもムカデ人間ちょっと無理やったかも。いや見るけど、見たし見るけどあのね、もうムカデ人間ちょっとマジで嫌やったな、何回か見てるけど。ライトオフ、え、なんか見たかも。え、どんな話でしたっけ。わ、もう神様の言う通りやばいよねいや、そうだから、でもテリファーはそれの上行ってるから、もうそう、神様の言う通りの上行ってるから、なんかもう意味わからん。今すぐプライムビデオ開いてお気に入りとか見たいけど、開いたら配信切れちゃう。ムカデ人間はなぜか3まで見てしまった。そう、なんか見ちゃうよねあれ。でも一番最初のやつ初めて見た時ほんまに衝撃やばかった。こんばんは。
様です。おらんな、見てる人。テレビはな、前髪の横の長い部分、いつ見ても綺麗な流し方で真似したくなる。これですか、これ、これ。私あんまり気に入ってない、気に入ってないというか、うまくセットできてないなっていつも思ってるから。ほんまですか、美容師さんが喜びます、ありがとうございます。私ほんまに長い横毛を作るのが苦手で、苦手っていうか、劇場公演の時にすっごい邪魔で、だからなんていうの、前髪の幅広げてもらってるんですよね、その横毛いらないように。とここのちょろ毛出してもらってる。ほら最近のなんかおしゃれなこの辺のあれあるやん、なんかこの辺のあれあれがなやりたいけど、ちょっと使いこなせなくて。海外ホラー映画見るのはアカポンしかいないと思ってました。結構見てるけど名前とか本当に覚えてない、ごめんなさい確かになんか勝利の好きな、確かにいいな、おすすめのセトリー、好きな映画のホラーの怖いやつ。確かにライトオフ、電気を消した時だけお化け出てくるやつ。違うな、違うわ、ないかも。じゃああれ日本の映画や。アカポンはマニアックすぎる映画つぶやいてしまい即消してた。どれやろう。うわちょっと待って、ライトオフちょっとマジで悔しい。ちょっと見てこよっかな、アマプラのやつさ、なんか見てても内容忘れてるやつとか多分あるよな、あるな。なんか前もこれ初めて見るやんって思って開いたけど、あ、見たことあったって。なんか見た映画ってさ、見たやつ、見たのが前すぎたらさ忘れるよね。ね、なんか皆さんの、なんかこれ私定期的に聞いてるな、おすすめの怖い映画ありますか、おすすめの。なんかそうとかよくこれ聞いたら言われる。こんばんは。おすすめの怖
グロイの多め。ミッドサマーどんな話だっけ。え、草むらに入るやつ。違うな、違うか。え、なんか変な儀式するやつ。どれや。お、ミッドサマーどんな話やっけ。絶対に見てる。それはあれも好き。ちょっとマジで名前わからんけど、お母さんが包帯ぐるぐる巻きで帰ってきたやつ。田舎の変な村に行くやつ。え、一人じゃないよな、行ったの。一人やっけ。あ、儀式するやつよな。あ、え、なんか小屋出てくるよな、小屋どの映画にも大体出てくる。え、めっちゃ泣き叫んでる。どの映画も大体泣き叫んでるなってな感じで、私見てもほんまに忘れるよな、すぐ。10時、時間教えてくれてありがとうございます。やっほー。他にはみんなおすすめ怖い映画。こんばんは、田舎に泊まろうあ、それや、包帯のやつだ。グッドナイトマミー。え、それかな。なんかお母さんが包帯ぐるぐる巻きの中、なんか窓の外こうやって覗いてるやつ。なんか表紙みたいなやつが。やつはカムラ。え、ないかも。なんかでもそのやつも何回か見てるかも。わ、見てるやつ一緒嬉しいな。あ、でもああいうのも見てるよ、ちゃんと。犬鳴き村とかも。八つ墓村、いう分からん。ヘレディタリーとかジェンドゥとか、ミーガン。あ、お気に入り入れたかも最近。 AI 系の SF ホラー。へえ、 AI 系全然関係ないけど、アバター好きアバター好き。映画で思い出した。ブレアチェウィッ、もうな、そしとこ。アマプラで見れるかな。プライムビデオか。えな、怖いの。ジャパンの怖いのでもいい。ありますか、なんか怖い映画おすすめ。やっほー、こんばんは。あ、またやってたな、 YNN で。カイロ、残影ね、いいよね。カイロ、黒い家、着信ありね。最近ヨーダとかと見たな。最近でもないか、結構前。カイロ、ジャパンか。絶対ジャパンよな。
灰、何これ、何黒い、暗い水の底から、絶対見てない。古いホラー、古いホラー、怖い。またあったら皆さんマジで教えてください。見るかどうかは分からんけど教えてください。おやすみ、お疲れ、今日も。ほのぐらい、みんな知ってんの。水の底からはガチ怖い。うん、怖いんや。そのじわじわ怖い系ですか。じゃあおやすみ。全然大丈夫なん。ほんまに怖いの見れる。おやすみ。ほら、でもね、ああいうの無理。なんかあの、その呪いのビデオとか、なんかそういうの私ほんま無理やねんなんか現実に起こり、ほんまにリアルすぎるのはちょっと嫌やし、あんまり見ようと思えんかも、うん、ちょっとあのファンクラブのアクティビティでちょっと時間あるとき更新してみよう。好きな映画、怖いやつ。お腹が空きました。犯罪系のやつは別に嫌じゃない。そんな、なんやろ、お風呂で頭洗ってる時に顔バッて上げるのが怖くなる系のやつはちょっと嫌怖くないやつ見ますよ。でも映画、怖くない映画やったらもう私あの恋愛とかばっかりかも。アニメの実写とか恋愛映画か、そうやな、ドラマの配信されてるやつか。来るな、来るわ、映画館で見たわあれ。でもちょっとうわ微妙やな。お風呂入ってる時に顔上げるの若干怖くなるな私。あれはなんか小島とかと見に行った気する。めちゃくちゃだから前よな、公開されたな。小島とかウェーってやってた覚えはある。あ、劇場で見ました。見た見た見た。あれもな、ちょっとありそうやから怖いのよ。このステージ立ってる側みたいなさ人。恋愛ものね好きよ、しおり。全然だって映画館に見に行くもん。でも最近何見たやろ恋愛系って。なんやろ、最近見た恋愛系映画。
け最近。ジブリはでも急にジブリやけど、ジブリはもう絶対ハウル一択。逆に皆さんは恋愛映画とか見ますか？こんばんは。今なんかやってんのかな、恋愛映画。いや、なんかああいうの見てるとほんまニヤニヤしちゃうんよな、まあ、それが楽しいんやけど。でも胸が苦しくなる恋愛映画はちょっと苦手。苦しくなるから胸がゴジラとかそっち系、あれコング、コングやっけ。猿の惑星大好き。この前の映画も見ましたよ。あれも見たよ、ゼロみたいな。ゴジラのあのほんまに最近プライムビデオで見れるようになったやつ。前、何やっけあれ、なんかこの話前もしたな何やっけあれ、なんて読むんやっけっていう話したよな。今夜おといたちですね、はい。関西の皆さんぜひ。結構ど深夜なんですけど、ゴジラマイナス何これ 1.なんて読むんやっけこれ、読み方わからんけど見た。え、でもあれってさ、なんか続きあるっぽいやつなんやっけ。なんかよりちゃん何色のカラコンとネイル、なんかいつもこの質問してきてくれるな。
本の、はい、私来年の春に本発売させていただくんですけど、それの詳細はまだどこにも出てないし、私もちょっと分かんない、知らない状態ですね。12月のどこかでは特設サイトができる予定なので、そこから徐々に情報出るかなって感じなんで、私もまだ皆さんと同じ状態ぐらいの情報量なので、ちょっとあんまり説明できることがその特設サイトぐらいしかないかもね。お渡し会はきっとあると思うので、お渡し会っていうか、まあイベントはあると思うんで、でもぜひあるときは予約とかね、はい、ぜひお願いします。多分特設サイトとかからもう予約できるように多分 なってるとは思うんですけど、私たちそのこの前もそうやな、出させていただいて、そうアイドルグループさん続きで、この前は男性アイドルグループさんだったんですけど、今回は女性アイドルグループの方で、やっぱなんか同じ、皆さん今急におといたちの話してます。 NMB48 がさせていただいてる音楽番組なんですけど、深夜、ど深夜、もうほぼ早朝ぐらいの時間で、関西だけなんですけど放送、やっぱなんかどこかしらなんか共感できるところがやっぱちらほらあってね、やっぱ話が弾んじゃいますね。うん、ほんまに今回もなんかあるあるの話とかもしたりして盛り上がったので、はい、でやっぱいいですね、アイドルはね、見てるとやっぱあの、はい、幸せな気持ちになります。だって可愛いんだもんほんまに。それこそ前結構前にアンジュルムさんのね、アンジュルムのお二人もなんか来てくださったことあったけど、ほんまになんか幸せな気持ちになりました。でその年内にはクリスマスのなんか毎年あるかな、クリスマスの会、おといたち、クリスマスの会の収録もしたんで、はい、最近多めやな出演回数、嬉しい。こんばんは。13位ヤッピーヤッピーさん、12位が本田さん、11位がヒロさん、10位がケイタンさん、9位レナさん、8位がイートさん、7位がおでん屋さん、6位がくま4号さん、5位がケラさん、4位おさむさん、3位が羊さん、2位がワンタンメンさん、1位がたかしさんです。ありがとうございます。ありがとう、夜遅くに見てくれて。みんな今日もお疲れ、私のあのテリファー語る配信付き合ってくれてありがとうございますぜひあの見たことあるお友達が周りにいたら、水田しおりちゃんが語りたがってたよって言うといてください NMB48 は可愛い、ありがとうそうですよ、みんな可愛いですから
いろんな顔の種類がいるんで、はい、楽しんでいただけると思います。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です、皆さん。バイバイ、またね、またね。